回やってきたのは米米バーガー山陽小野田店。4月28日にオープンしたお米バーガーの専門店です。米米バーガーは3月に1号店が福岡市にオープン。こちらはフランチャイズ2号店で山口県初進出。藤井さん親子がスタッフと共に切り盛りしています。手間暇をかけて仕込みもきちんとやって、ファストフードでありながらそこら辺はちょっとこだわって、あったかいものをあったかいうちに、欲しいものを欲しいようにっていうので、スタッフ一同頑張っております。今仕込みが行われているのはお米のバンズ。ここにもこだわりが生かされています。バンズは白米と雑穀米って選べるんですけど、七味の入ったマッシュポテトを塗って、片面塗ってグリドルで1枚ずつ焼いて、醤油だれを塗ってこんがり焼き上げてっていう、このバンズですね。これだけ丁寧に仕込むっていうのは時間と手間はかけてますね。それではここでおすすめのバーガーを教えてもらいましょう。まずは肉厚ハンバーグのロコモコお米バーガーです。これは人気ですね。バンズ、グリーンリーフ、ハンバーグ、目玉焼き、マヨネーズという感じで一番ボリュームがあると思います。デミグラスケチャップソースで味付けされた肉厚のハンバーグと目玉焼きの相性は抜群。これ一つでお腹がいっぱいになるボリューミーな一品です。続いてのおすすめはこの大きな牛肉を贅沢に使ったちょっとリッチなバーガーです。これはもう1番2番ぐらいランキングも高くて、焼肉に卵をかけてとても人気な商品です。甘じょっぱい焼肉に絡められたとろとろの卵、子供も大人も満足間違いなしの定番メニューです。続いてご紹介するのは厨房で一つ一つ手作りされただし巻き卵が人気のメニューです。だし巻きのメニューは注文が入ってからだし巻きを巻くので熱々ですし、海苔を佃煮を塗った後にだし巻きを置いて明太を、結構量があり、すごくあります。でマヨネーズとネギでボリュームもあって熱々で美味しいです。ふわふわ食感のだし巻き卵にプチプチ食感の明太、ぜひお試しいただきたいお米バーガーです。そして3種類が用意されたわらび餅ドリンクもおすすめ。もちもちしたわらび餅のほのかな甘さが癖になる一品です。米米バーガー山陽小野田店、スタッフ一同お待ちしております。